これは強敵。これがタイ南部の激辛料理の破壊力。全然違う辛さ。さあ、ということでやってまいりました。激辛インタイプーケットということでね、こちら現地時間今6時50分頃なんですけれども、今日はね、お昼にトムヤンくん食べて、その今日の夜なんですけど、あれからちょっと食べ終わってね、こちらなんかね、スーパーマーケットみたいな、なんかモール街みたいな感じなんですけれども、ここでね、ちょっとパソコンとか充電しながら、編集してたんですけど、今日ね、夜どこ行こうかなと思ってね、いろいろ調べてたんですけども、モームダングレストランっていう、結構辛そうですよね。南部、南タイ料理ってすっごい辛いらしいんですって。有名なんです、辛くて。3年前に、日本人のこれ口コミが上がってるんですけども、南タイ料理の店、一口目から容赦ない辛さ、美味しい丸、ここに行こうかなと思います。コンビニですね。トップスデイリー、デイリー山崎みたいな感じですね。トップスデイリー、ここちょっと入ってみますね。これちょっと水1本だけでかいのかどうかな。水よく飲むんで、結構タイ熱いんだよね。普通になんか辛いのかな。ブルダックポックンミョンとかある、ね、すごい。ブルダックポックンミョンの種類が豊富ですね。もうすっかりね、日は暮れてもう暗くなってきたんでね、結構夜はね、結構涼しいんでね、気持ちいいバイクのツーリング旅になるかなと思うんですけども、行ってきます。もう野犬がいる。地図通り来たんですけど、何もないんですけど。え？はい、無事到着しました。多分ここっすね。 I want to eat、yes. Very very、extra spicy food, please. Yes. Okay? Yes. Extra spicy. Spicy? Yeah, spicy. Hot. Okay? Okay?Very very hot food. Very very hot food. Yeah. Roger was there. Yes, spicy. Yes, one more. Yes, you're spicy. So take care. Okay. This one, please. Yes. And this one. Okay. And water, water please. Water, some water please. Water. 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 And a cold. Coca-Cola. Cola. Yes. 水. 水. Water. Water.終わった。OK OK。はい、ということでね、こちら楽しみました。なんか何種類かこう頼んだんですけども、これがね、なんか結構これが一番辛そうですね。で、これなんか魚らしいんですけど、これスパイシーフィッシュみたいな感じで、見た目そんなに辛そうじゃないんですけど、なんかこれ辛いから食ってみみたいな、お前飛ぶぞみたいな、そんな感じですね。で、これはなんだろう、これなんかカレーっぽい感じですね。ご飯も頼みなよって言われたら、あ、じゃあおすすめのっつったら、これ青い米が出てきました。これいただきます。南南部料理ということでね、一番辛そうなやつからちょっといこうかな。これいただきます。いただきます。なんだこれ、青いプツプツがありますね。なんだこれ、なんかすっごいコリコリする。これトマトだね。なんだこれ、唐辛子みたいな。青いご飯。なんか虫除けスプレーみたいな匂いするな。まあ独特な味わいだ。辛い。スパイシーフィッシュ。ちょっとこれいきましょう。いただきます。これはスパイシー。何にかけるのか分かんない。これかけるのか。すごい肉肉しいな、この魚。なんか魚じゃないみたいな、肉みたい。これちょっと口がビリビリにしびれますね。ご飯も合うね。
辛っ、ね、うん、すごい、なんか塩辛いな。これだいぶ癖あるよ、これ、うん、なんか緑の、あ、辛い。この青いさっきのつぶつぶめっちゃ辛い。なんかミントみたいな、強烈。これちょっと強烈だわ。これは強敵。これがタイ南部の激辛料理の破壊力。全然違う辛さ。ミント系のなんかすっげえ辛い感じがしますね。これは割といけるわ。問題これっすよ。これ。これ戦闘力高いよ、これ。うわ、またあった、これ。これ、謎の玉。これがめっちゃ辛かった、さっき。この緑玉。いただきます。あ、辛い。ここにもう一粒、ここにもう一粒残ってるんですけど、天井にヤモリがいます。これはなかなかの強敵だ、これ。得体の知れないメニュー。辛さレベルの発表していきましょう。モームドングっていうお店ですね、はい、の辛さレベル。カレーみたいなやつは辛さレベル5ぐらい、魚はまあ4とか 4.5 ぐらいの辛さです、はい、で一番辛かったのがガトー辛子と青唐辛子と緑の玉のやつ、辛さレベルじゃらららじゃん、辛さレベル 7.5 でーす。 7.5 になります。何なんだあの緑の玉一体。ちょっと得体のしてない玉だったので非常に気になりますけども、すごい口がミントミントしてました。ミント辛い、歯磨きしたんじゃねえかなっていうぐらい、ちょっと口の中がすごい爽快感マックスの辛さでした。ちょっとねツイッターのコメント、じゃんじゃんと来てるんでね、今日もちょっと紹介していきたいかなと思います、本日からタイでの激辛武者修行をしていきますと、いろいろねコメントが入ってきてます。ペンネームギャラクシーさん、シャワー動画楽しみにしてます。変態だな、何を見たいんだ、続いて2通目、ゲットシェイクイッティアさん、タイランドでムエタイ修行するんだ、こんな時期にと。ムエタイ修行しません。I wanna eat very very extra spicy food. Okay. Hot gapao. Number one. Number one. It's Thai. Yes. Wow. Chow.